こんにちは。第73世滝野俊介、竹内睦弘です。尺払いをさせていただきました。本日は第54首、義道三士の母。ここうまいんですよね。右大将道綱の母の次に義道三士の母、母系です。こういうつなぎ方がこの百人一首のうまさですね。意外と対になる歌を横に置くっていうのがうまいんです。そこは面白いですね。義道三士っていうのは、同名でありますが、基本的には大臣に準ずるっていう意味です。具体的に言うと、藤原惟幾のお母さんです。内大臣、大臣に準ずる、義道三士のお母さんって意味です。もちろん本名は分かってません。まあ感覚の強いもあって、すごい監視とかも優れてるんです。まあ旦那さんが死んだ時、藤原道隆っていう関白の嫁さんだったんですよ。ですが勢力争いに敗れて、まあ息子たちが失脚して、まあ本人は出家したということです。まあこの歌は、関白の妻になって幸福の絶頂にあって死んでしまったという、悲しい女心を詠んだ歌です。まあ旦那さんが関白でしたから、だけど関白が死んで息子が失脚してかなり辛かったんでしょうね。54詩読ませていただきます。義道三士の母。忘れじの行く末までは固ければ今日限りの命ともかな。あなたはいつも私のことを忘れないって言ってるけど、遠い将来まで種目にしがたいから、私はそうおっしゃる今日が最後の命であってほしいですっていう決意の歌ですね。女心も変わりますが男心も変わります。やはりこういうことって男女の中であるじゃないですか。皆様、男女のことではよくあることですが、心変わりっていうのはすごい悲しいことですね。心変わり難しいです。これは僕、今の妻の前で言いづらいことですが、僕は心変わりはしたことはありません。全員愛してます。全員好きし、全員愛してます。心変わりはしません。
という男もたまにはいるんですよ。ですが、この時はやはり関白道隆がここぐらいでしたのかなって思った女心を詠んだ歌なんで、この歌も、そういう意味ではすごい女心を詠んだ歌として、百人一首に定価は選んだんでしょう。男女の関係の歌、百人一首は多いですね。よくわかります。それではまた次回。